皆さんは、薬丸裕秀さんの病気について、現在の病状など詳細情報を知りたくはありませんか？ということで今回は、薬丸裕秀の病気について、現在の病状など詳細情報をまとめ、と題して記事をお届けいたします。ここでは、薬丸裕秀さんが患っておられる、二つの病気についご説明いたします。まず一つ目は、先ほど冒頭でも紹介した結膜下出血です。薬丸裕秀さんが結膜下出血の病気について公表したのは、2023年5月16日のことでした。ちなみに結膜は目の内側にあるもので、結膜下出血とはこのような病気です。結膜下出血とは、結膜下の小さい血管が破れて出血したもので、白目部分がべったりと赤く染まります。多少、目がゴロゴロしますが、痛みなどはありません。出血は、1から2週間ほどで自然に吸収されることが多いのですが、強いものでは2から3ヶ月ぐらいかかります。いずれにしても自然に吸収されますので、ほとんどの場合心配はいりません。薬丸裕秀さんにおける結膜下出血の病状については、後ほど詳しく説明します。そして薬丸裕秀さんが発症した病気の二つ目は、帯状疱疹です。薬丸裕秀さんが帯状疱疹の病気について発表したのは、4月28日のことでした。ちなみに薬丸裕秀さんは、過去にも帯状疱疹を発症したことがあり、今回は再発となります。下記の帯状疱疹の説明は、帯状疱疹予防 JP さんから引用させていただきました。帯状疱疹は、水疱瘡と同じウイルスで起こる皮膚の病気です。体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。症状の多くは上半身に現れ、顔面、特に目の周りにも現れることがあります。この帯状疱疹は、80歳になるまでに、約3人に1人が発症すると言われている病気で、誰でも発症するリスクがある病気なんです。そしてそのまま顔面麻痺を引き起こす可能性もある厄介な病気です。ここでは、薬丸裕秀さんの発症した病気の現在の状態について見ていきます。帯状疱疹ですが、5月16日に投稿されたブログの薬丸裕秀さんの写真を見たところ、顔に水ぶくれのようなものは見当たりませんでした。帯状疱疹は一般的に3週間程度で治るとされていますので、おそらくこちらに関しては快方に向かっているのではないかと思われます。一方で結膜下出血に関してですが、薬丸裕秀さんは5月16日に投稿された自身のブログで、次のように記されています。原因は不明ですが、痛みはないので、自然に治ることを待つしかないそうです。今日はこれから外でロケですので、レンズに薄い色のついたサングラスを、着用してテレビ出演することをご容赦ください。このように結膜下出血に関しては、今もなお発症中であることがわかります。先ほども少しお示ししましたが、完治するには弱いもので1から2週間ほど、強いものでは2から3ヶ月ぐらいかかります。よって早ければ5月末、遅ければ8月中旬頃までに、完治するものと思われます。ジャニーズ事務所に所属するグループで名称を、公募した唯一のグループが渋垣隊。当初は渋垣トリオというグループ名でしたが、当時はトリオがつくグループが多かったため、社長のジャニー北川さんが隊に変更したそうです。そんな渋垣隊のメンバーとして活躍したのが薬丸裕秀さん。責任感の強さとデビュー当初、センターを務めたことからリーダーと呼ばれることもありました。当時の薬丸裕秀さんに夢中になったのは、一般の女性だけではありません。薬丸裕秀さんはバレンタインに女性の芸能人から、
8個のチョコレートをもらうなどモテモテだったそうです。そんなモテ男の薬丸ひろひでさんが結婚したのは同じくアイドルの石川秀美さん。1990年6月4日に結婚と同時に妊娠8ヶ月であることも発表するできちゃった結婚でした。薬丸ひろひでさんは石川秀美さんの事務所から子供を下ろすようにと言われないように妊娠6ヶ月まで秘密にしていたそうです。なんと互いの両親にも黙っているという徹底ぶり。昨今の芸能界でもできちゃった結婚をする人が少なくありません。やはり売れっ子の芸能人が事務所に結婚を認めさせるにはできちゃった結婚しかないのでしょう。石川秀美さんは結婚と出産を機に芸能界を引退。薬丸ひろひでさんとの間に5人の子供を設けるなど芸能界屈指の子沢山として知られています。結婚から約30年となりますが、薬丸ひろひでさんは記念日には石川秀美さんにプレゼントを贈る仲なんだとか。未だに大きな夫婦喧嘩をしたこともないという2人はまさに芸能界を代表するおしどり夫婦と言えますね。芸能界きっての仲良し夫婦として知られる薬丸ひろひでさんと石川秀美さん。石川秀美さんが結婚を機に家庭に入ったことも大きな要因となっていることでしょう。約5年という当時大人げアイドルだったのにもかかわらず密かに愛を育みできちゃった結婚をしたお二人。お二人にお子さんができた時は事務所に子供を下ろせと言われることを恐れた二人は妊娠して6ヶ月経つまで親にも誰にも言わなかったそうです。それほど芸能人の結婚は命取りなのでしょうか。そしてお二人は結婚当初婚約届しか提出することができず結婚式を披露することができなったそうです。それについては薬丸ひろひでさんも申し訳なく思っていたそうです。そのため結婚25周年の時に子供たちからお母さんウェディングドレスを着せてあげたいと言われたのをきっかけにお二人は家族内だけでハワイで結婚式を開いたそうです。このストーリーはお二人のファン以外にもかなり有名なお話です。そんな仲良し夫婦の薬丸ひろひでさんと石川秀美さんですが、実は6年以上も前から別居しているんです。しかも現在石川秀美さんが暮らすのはハワイ。別居と聞くとどうしても離婚の2文字が頭をよぎってしまいますよね。ですが薬丸ひろひでさんと石川秀美さんには離婚の恐れはありません。なぜならば薬丸ひろひでさんは毎週のようにハワイで暮らす石川秀美さんの元を訪れているんです。薬丸ひろひでさんは月曜日から木曜日まで朝の情報番組七色友和で司会を担当。特に木曜日は七色友和出演後バイキング4時5時デイズと3本の生放送に出演と目も回るような忙しさ。それでも番組終了後ハワイに向かい週末を石川秀美さんと過ごすと日曜日の夜に帰国、月曜日の朝からまた番組に出演という生活を送っているそうです。また本当にお二人の仲が悪かったらわざわざ毎週ハワイへ会いに行かないですよね。毎週ハワイに行くだけでもかなりの出費になるはずです。仕事が毎週あるためかなりのハードスケジュールになるのではないでしょうか。芸能人といっても体力的にも年々厳しくなることでしょうから、毎回ハワイに通うのは楽しいことばかりではありません。それでも薬丸ひろひでさんは毎週末は家族と過ごすためにハワイへ通われています。それほど薬丸ひろひでさんと妻の石川秀美さんの夫婦仲が良いということでしょう。薬丸とは三男二女に恵まれ、芸能界では前室の薬丸賞のほか長女の薬丸レミもタレントとして活動する。また次男の薬丸隼人さんは小学生の時に始めたサッカーで身を立てると決め中学卒業とともに日本を飛び出すと
まずスペインとイギリスの高校でスペイン語と英語を習得。その後、スペインの2部リーグ、サバデルの B チームなどでプレイした。B チームに入団時、週刊誌の取材に応じた母親の石川は、日本でも海外でも、結局は自分の意思がないと成功なんてできっこない。本人が行きたいという気持ちが大きくて、チャレンジ精神旺盛だったので、行っちゃえって行かせちゃいました、と話した。隼人さんは2018-19年シーズンを最後に現役を引退。現在はドイツブンデスリーガ2部、フォルトゥナ・デュッセルドルフの日本デスクで働き、主に日本向けの広報を務める。今から20年ほど前、薬丸式幸福家族の処方箋という本を出した薬丸は、子供たちのうち、上の二人とは、僕が仕事を通して知ったサッカーや野球の話題で共通の会話ができます。と語っていた。ただ、当時は午前中の番組のため朝早く家を出て、帰りも夜遅く、府市で過ごすことは少なかった。それでも交換日記をしたり、週に1、2回は一緒にお風呂に入ったりして、できる限りコミュニケーションを取るようにしていたという。今や男性アイドルが現役のまま結婚することも、子供を設けることも珍しくはなくなった。むしろ子育てに力を入れることは人気にもつながっている。薬丸がかつてパパドルのイメージを、しばらく拒んだことを思えば覚醒の感がある。しかし、薬丸はその後、意識改革して、家事や子育てぶりを包み隠さず見せることで活路を見出した。それは芸能界にとっても新たな道の開拓であったと言える。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。